本日訪問いたしました南三陸町、そして気仙沼市では、ご当地グルメで地元を盛り上げる商店街の方々、あるいはまた防災に向けて震災を語り継ぐ中学生たち、そして地域産業の本格的な回復に向けて一丸となって取り組んでおられる除染所の方々、それぞれ未来を見据えて懸命に取り組んでおられます。台風19号の大きな被害を受けたこの吉田川地区においては、関係者の皆様の懸命な努力によってインフラは確実に前進をしています。こうした前向きな取り組みを力強くしっかりと後押ししていく、そして復興を成し遂げることが政治の責任であります。